きげんよう、厚木ななみです。今晩も始まりました、厚木ななみのお休み時間。皆さんいかがお過ごしですか？今日も夜の22時から配信ということで、日曜日のね、夜のお休み前の時間を私厚木ななみと一緒に過ごして、ちょっとでもね、平日に向けていいお休み時間になるといいなという願いを込めてお届けしていきます。今日の私の声はどんな感じに聞こえますかね？今回も手作り感いっぱいでお家からねお届けしていきますので、ちょっと聞き苦しいところはあるかと思いますが、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。さあ、そんなこんなで今日が3回目かの配信になるんですけれども、前回のシャープ2の配信からジングルが加わりました。なんかこう手作り感満載だからこそ、ちょっとずつね、毎回こうラジオっていうか、この配信の進歩があって、すごく私はちょっとずつ育てていける感じが楽しいなと思っております。そしてもう今週は絶対に外せないこの話ですが、アルバムが5月20日に発売いたしました。やったねー。いや、ついにファーストアルバム、ランガールズワールドが発売されまして、もう皆さんのお手元にも届きましたかね。そういえば今日はもう 3,4 の放送が直前までやっていたので、そのまま来てくださった方もいるのかな。ありがとうございます。しかもね、ようやく3人でエジソンさんのゲストに参加できたりと、いやー、ほんとファーストアルバム、なんかもう嬉しいことがありすぎて、ちょっとね、もうお話ししきれないぐらいたくさんあるんですけれども、メールも頂戴しているので、後でねご紹介していきたいと思います。ではでは、厚木ななみのお休み時間、今日もゆったりと過ごしていきましょう。厚木ななみのお休み時間。それではふつおたのコーナーです。たくさんのお便り本当にありがとうございます。こちらのコーナーでは、皆さんからいただいたふつおたをご紹介して、のんびりお答えしていくコーナーになります。いやー、本当にたくさんねメールが来てて、もう迷っちゃったんですけど、今週はやっぱりこの話題からお話ししていきますね。ランナーネームコンさんからいただきました。ありがとうございます。あっちゃんごきげんよう。ごきげんよう。先日ランガちゃんのファーストアルバム、あっちゃんバージョンを購入しました。うん、ありがとう。そこに同封されているオリジナルトーク CD を聞いたのですが、あっちゃんの一人喋りに癒されると同時に、曲に対する熱い思いが伝わってきて大満足な内容でした。トーク CD を聴いてからアルバムを聴くと、より曲が楽しめますね。これからもっとリピートして聴きたいと思います。それでは、といただきました。いやー、そうなんです。ゲーマーズさんの購入特典で、購入特典っていうかバージョン違いで、それぞれのメンバーがお家からの一人喋りをお届けする CD がついているバージョンがあったんですけれども、いやー、もう本当になんかそんな素敵な特典 CD を撮らせていただけるっていうのも嬉しいですし、本当に今回のランガールズワールドはなんか特典に凝っていて、ブロマイドの写真もそうだし、それこそその CD もそうだし、もうなんかいろんなことに今回のアルバム1枚で挑戦させていただいているなっていう風に思っていまして、しかもね、本当にこう、私厚木ななみ名義の曲が増えたっていうのはすごく嬉しいことだなと思っていて、しかもこうキャラゾンとかじゃなくって、本当に純粋に私一個人としての楽曲がアルバムに入っていて、なんか本当に感動しちゃいました。見た時、厚木ななみ名義なんだと思ってソロ曲なだからそうなんですけど、なんか改めてね、こう CD を手にすると実感するものがまた違うなと思いまして、まだ実際の店舗で売っているところは見に行けてないんですけれども、
またね、コロナが収束したら店舗さんに行って売ってるところとか見てより嬉しくなるんだろうなとか思いながら、私もすごく楽しみにしてますね。まだ聞いてないよっていう方もいらっしゃると思うので、ぜひぜひ、本当にね、もうめちゃめちゃいいアルバムになったっていう自信があるので、もうたくさんの人に聞いてもらえたらいいなと思ってます。お友達にもね、よかったら教えてあげてください、素敵なアルバムがあるよってお願いします。では続きまして、ランナーネームフリーダムさんからいただきました。ありがとうございます。あっちゃんごきげんよう。ごきげんよう。先日自宅にいてゴロゴロするのはもったいないと思い、今月で実は1周年、あっちゃんの先輩山下ななみさんとのダブルななみ番組七色レシピ、そちらで一番最初にあっちゃんが作った鶏レンコンのバター醤油風ペペロンチーノを作ってみました。懐かしい。醤油とバターとニンニクを炒めていると、もうこれに米だけあればと作るのを放棄する考えも出ちゃいましたが、ちゃんと作りました。香ばしい香りのおかげで3分もせずに完食しました。まだナナピで作っていない料理があるので、いつか作っていきたいと思います。それではといただきました。3分はすごい。3分間完食クッキングですね、フリーダムさんは。いやでも懐かしいな。そうなんですよね、もう今月で七色レシピも1周年ということで、あっという間だな本当に。初回放送の時はもうピンマイクをねして、こう声を拾ってるんですけど、結構こう心臓の近くにつけるじゃないですか、ピンマイクって。だからもう本当に緊張がすごすぎて、ピンマイクが心臓の音拾うんじゃないかって思うぐらいに緊張してましたね。実は初回の生放送の前におまけ放送を収録してから入るんですけど、もうなんか巨匠の時に本当に緊張しすぎてガチガチになってた、プラスアルファなんかもうナナミンさんの山下巨匠、ナナミンさんのじゃないです、あれは違いますね、山下巨匠が本当に面白くって、私はね画面外で巨匠の対話を見ていたんですけど、本当にね山下巨匠素晴らしいお考えで面白い方だなっていう風に思いました。懐かしい。ちょっと今見返したら恥ずかしいんだろうな。まあね、そんなナナピももう1周年ということなので、いろいろね今後もっともっと成長した私をお見せできるように、お料理もね番組としても精進していけたらいいなと思ってます。応援しててください。では続きまして、ランナーネーム高町トロリンさんからいただきました。ありがとうございます。ごきげんよう。ごきげんよう。先ほど突然あっちゃんの桜ジェラートの踊ってみた動画が公開されて、あまりに幸せでメールを出しています。ライブでは何回も見たことがありましたが、ソロだとまた違った感じのアレンジで、すごいという単純な感想しか出ませんが本当にすごいです。かっこ大事なことなので2回書きます。ありがとう。あっちゃんのダンスは本当に所作が綺麗で、手足の先まで美しいと思い見ていて幸せになります。またライブで生で見れることを楽しみにしていますので、お体に気をつけて頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。いやすごい、なんか本当にこう見てくださった勢いで、なんか熱が伝わってくるようなメールを頂戴しました。ありがとうございます。いやそうなんです、踊ってみた動画をすごく出したいな出したいなってずっと思っていて、ほぼあれはデビュー前ぐらいかなの時に、3人全員でね踊ってみた動画を撮って出していたんですけれども、またあの時よりダンスもレベルアップしていると思いますし、なんかね自分で振り付けを担当できるなんて思ってもみなかったので、ぜひこれからもね自分が振り付けした楽曲もそうですし、いろいろねカバーとかもやってみたいし、なんならメンバーも
お願いして一緒に踊りたい曲とかあるので、なんかいっぱいいろいろ踊れたらいいな。それこそワグさんの曲とかもっといっぱい踊りたい曲ありますし、 I1 クラブさんの曲もそうだし、いやーやりたいな。もともとね、あのランガでデビューする前にアイリスさんの振りコピとかもやってたので、あでもそれ多いなでも挑戦ですよね。あの実際にやるかどうかわからないんですけど、温かくね見守っていてもらえれば嬉しいです。はい、ということでたくさんのメール本当にありがとうございました。以上ふつおたのコーナーでした。続きましてのコーナーは今週のご機嫌ななめちゃんです。こちらのコーナーでは皆さんの日常であったもやっとしたことをご紹介し、私がそれについて感じたことをお話しして皆さんのもやっとを発散していくコーナーになります。日頃のねもやもやをこの時間ですっきりさせていきましょう。ではでは、まず1つ目、ランナーネームスノーグライダーさんからいただきました。ありがとうございます。あっちゃん、ドルチェノって最近もやっとしたことなのですが、週に1回しか来ないペットボトルゴミの日に寝坊してしまい捨てきれなかったです。燃えるゴミは毎日捨てられるのにといただきましたすごい、ちょうどいいもやっと感ですね。いやなんか私が喜んじゃダメだ、これは違うんです。本当ね、確かにゴミの日ってなんか覚えるのもなんかちょっと一苦労だし、しかも時間がね地域によって全然違うから難しいですよね。でもそうだな、なんか私結構その例えばなんですけど、オスをこうなんか名前をね親分とか子分とかつけてなんか呼んでるんですけど、きっとスノーグライダーさんの飲んだペットボトルさんもちょっと離れがたかったんじゃないかなって思いますだからもう2週間一緒にいたかったんだなと思って、まあ、結局ね2週間後には捨てちゃうと思うんですけど、ペットボトルさんとの生活を楽しんでくださいは違うけど、なんか名残惜しく過ごしてみてください解決にはなってないね。でもこんな感じで私らしくいきます。ではでは、続きましてランナーネームイヤホン派さんからいただきました。ありがとうございます。厚木さん、こんばんは。こんばんは。先日仕事前に気合を入れるためにコーヒーを飲もうとした時のことです。自動販売機で500円玉を入れて100円のコーヒーを購入までは良かったのですが、お釣りが出てきません。何回もお釣りのレバーを押してもお釣りは返ってこず、結局たかが400円と自分に言い聞かせて諦めましたが、まだモヤモヤを引きずっています。こういう時厚木さんはどうやって気持ちを切り替えていますかといただきました。これは確かにモヤモヤしますね。割と1円でも大事にしていたい派なので400円は大きいですよ。だって100円だからあと4本も買えちゃうってことですもんね。それは確かにちょっとねモヤモヤはありますが、でも私もなんかそういう時に思うのは、なんかこうよく金は天下の回り物みたいな言い方をするじゃないですか。だからもうこれは倍になって私のところにいつか帰ってくるから大丈夫って言い聞かせるのと、お伏せみたいな気持ちで言います。きっとここに400円を入れたっていうか吸い込まれちゃったのには意味があって、もしかしたらなんかちっちゃい子がなんかこういたずら心で返却のレバーを押したら降ってきて、すごくなんかこう宝探しじゃないけど、その子のなんかちょっとしたなんでもない日おめでとうになるかもしれないかなみたいな感じで私は切り替えるので、よかったらイヤホン派さんも早くねモヤモヤが消えるといいな。ではでは、続きまして、ランナーネーム野外左右研究家さんからいただきました。ありがとうございます。あっちゃん、こんばんは。こんばんは。
休日に自宅のソファーで気持ちよくお昼寝をしていたら、ペットのトイプードルに顔面にのしかかられて無理やり起こされてしまいました。それから顔に乗られるどかすを何度か繰り返していて、いつの間にか眠気はどこかに行ってしまいました。くつろぎの時間を邪魔されて私はご機嫌斜めです。かわいいお話。私はすごくこのお話を聞いて逆になんかおめでとうな気持ちになっちゃってますけど、確かにね、眠たいのなくなっちゃうのはあるあるですけど、確かに実際だったらご機嫌斜めになっちゃいますね、これは。でもいいな、トイプードルちゃんと遊ぶの。私全然ペットいないので羨ましいです、こういうやりとりが。でもそうか、私はこれは羨ましくて慰めてあげられないかもしれないです。てかむしろぜひ次はトイプードルちゃんの画像をつけてメールを送ってください。あ、そう、あとね、野外さゆ研究家さんっていうランナーネームで読んでるんですけど、これは野外パイタン研究家さんなのか私はずっと疑問に思っていてここで言う話かって感じなんですけど、本当にだいぶ前から疑問に思ってたので、よかったらそこも含めてメールをください。お待ちしてます。ではでは、続きましてランナーネーム抹茶ミルクさんからいただきました。ありがとうございます。あっちゃん、ごきげんよう。ごきげんよう。最近あったもやっとしたことなのですが、私はディズニーが大好きで、今年ついに年パスをゲットしました。すごい。しかし昨今のコロナの影響でパークが休園に、結局 2,3 回しかインできていません、あっちゃんもディズニー好きとのことで、この気持ち分かってもらえるはずと思いメールしました。どうか励ましてください。なるほど、これは辛いですよね。もう本当に、もう先週のお休み時間でも言いましたけど、コロナさん本当もう大丈夫よって思いますね。もうだいぶ歴史に名を刻んだから、もういいんじゃないかって思うんですけど、そういう問題じゃないですもんね。でも本当に私もすごくディズニーが好きなので、パークに行けないのがもう辛い辛いよって毎日ねもやもやして過ごしてますけど、なんかこれ実はマネージャーさんもディズニーが好きで、このねメールをいただいてちょっと議論になったんですけど、ディズニーに行けないからこそ、こう今までのショーパレを見て傷を癒す、癒せる派と癒せない派があるなと思っていて、マネージャーさん的にはあれなんですって、その過去のものはもうやるわけじゃないから、シーンもなんか過去のやつ見れなかったものもあるから、改めてその映像を見て、でなんかもっといろんな知識が増えたりとか、もっとディズニーのことが好きになったりとか、楽しめるようになってインできるのが楽しみっていう風におっしゃってて、なんかすごい考え方は素敵で、私もそうしたいなって思うんですけど、でも見たら好きがもうこぼれ落ちて、行きたくて行きたくて、結局もやもやってなっちゃうんですよね。から抹茶ミルクさん、一緒に励まし合ってまた開演するまで生きていきましょう、たくましく生きましょう。ということで、たくさんね皆さんのナナメちゃんエピソードをいただきましたが、こんな感じでね、ご機嫌ナナメちゃんはお届けしていこうと思います。また皆さんのもやっとエピソードを送ってくださいね。以上、今週のご機嫌ナナメちゃんのコーナーでした。厚木ナナミのお休み時間、あっという間ですがエンディングのお時間です。この番組では各コーナー宛てに皆様からのお便りを募集しております。普通歌は感想などお好きな内容を、何でもない日おめでとうは日常であったささやかな嬉しかったことを、今週のご機嫌ななめちゃんは日常であったもやっとしたことを募集しております。メールアドレスは厚木ななみ .zzz@gmail.com、
@gmail.com に送ってください。皆さんからのお便りお待ちしております。さてさて、ここでね、ちょっとしたお知らせがあります。実は新コーナーを考えました。わーい。はい、その新コーナーでは私が選んだ曲の歌詞を一番だけとかちょっとね抜粋して朗読をしまして、好きな理由もお話ししつつ、最後にワンフレーズだけアカペラで歌おうかなというコーナーになっています。初回はね、来週を予定しておりますので、楽しみにしていてください。なんですけど、実はその新コーナー、まだ名前が決まっておりません。なので、この新コーナー、私がちょこっと朗読して好きを語って歌うコーナーに、ぜひぜひ皆様がお名前をつけてくれたら嬉しいなぁと思っているので、これもまたね、メールで募集したいと思います。もうどんなのでもいいので、どしどし気軽に思いついたものを送ってください。はい、ということで、今日はちょっぴりいつもより長めにお話ししてきましたが、楽しんでいただけましたかね。新しいコーナーも次回から始まりますので、今後もね、お楽しみにしていただけると嬉しいです。またチャンネルの登録と高評価もお待ちしております。ふぅ、 YouTuber ということで、今夜はこのあたりで。お相手はランガールズランの厚木ななみでした。それでは皆さん、いい夢を。あ、いい夢をっていうのを教えてもらったんだった。なんだっけな、なんだっけな、ちょっと待ってくださいね。思い出したらいきます。それでは皆さん、ドルチェノッテ、おやすみなさーい。